はい、よした、私は広島県三原市の三平商事の大さんです。今日もよろしくお願いします。本日は広島県広島市の元町にあるパセーラというショッピングモールでモーターサイクルズバンカラさんの車両が展示してあると聞いて早速撮影に伺いました。なんと受付でこの美女3名がお出迎えくださいましたが、この青い方はトーマスをモチーフにコスプレをされていました。撮影の日はハロウィンということでこういったサービスだったようです。この後動画の中盤でさらなるサービスショットがありますので最後までご覧くださればと思います。バンカラさんは全国的にも有名なショップで、この YouTube 動画の視聴者さんからで他県の方からもバンカラさんに車両を注文していますとか検討していますなどのコメントを多くいただいたことがあります。個人的には純正ベースというか元のこの純正のバランスを残しつつ自分なりの個性を出していくカスタムっていうんですかね、なんかこううまく表現できませんが、そんな雰囲気が私のバンカラさんの好きなところです。とはいえ私は社長さんにお会いしたことはないんですが、はい、今これトライアンフですかね、ハーレーだけじゃなくていろんなオートバイの40年50年60年70年80年ぐらい前までの車両を多く扱っているイメージです。多分これが代表的な、オートバイナックルヘッド37年式ですね。多分ですけどこれナックルの初期型になるんじゃないかなと思います。もし間違ってたら教えてください。すごい渋いですよね。ほぼ純正というか純正の形でこう保管してあるというか、整備されてるっていうことで、すごい渋いなと思ってまじまじ見ました。ほんと味があるなと思います。まあ本当はこういうの乗りたいなと思うんですが、かなり値段も高いんじゃないかなと思います。でも渋いですよね。はい、これはパンヘッドの48パンヘッドですね。これも、まあ、純正の形で整備をされています。ロマンがありますよね。70年以上前に、アメリカの地を走っていたオートバイだと思います。私は53年式に乗ってるんですが、よくよく見るとやっぱり全然違いますね。部品一つ一つのこう風合いというか雰囲気も全然違ってくるので、こういったタンクの傷とかもなんかこう愛おしいような感じもします。ほんとかっこいいと思いますね。はい、これはインディアンになるのかな。この辺は全く詳しくないので分かりませんが、これはリアサスがつき始めた頃ですね。1949年なので、やはりこの辺48年49年ぐらいから前後のサスペンションがこう世界的に改革されていった頃なんじゃないかなと思います。ハーレーダビッドソンもフロントフォークは49年から
現在の形のフロントフォークになっています。この辺りではいろんなメーカーがやっぱりオートバイの開発にしのぎをこう削っていた時代なんだなと思います。すごいですよね、あのリアサスの考え方が本当斬新な考え方だと思います。あ、トライアンフも渋いですね。本当こういう車両って本当こう見てて飽きないというか、もう見てるだけで一杯飲めそうな感じがします。すいません、ちょっと喉をやられてしまって、咳が出たり、声が枯れてるんですが、大丈夫です。こういうね、なんか古い写真とか昔のアメリカの青年たちがこう一生懸命レースで走ってたり楽しんでたりする写真も一緒に展示してあったので、すごく雰囲気がありました。これ48年式の WR ですね。これ多分今でもレース車両として多分使われている車両じゃないかなと思います。バンカラさんはこういった旧車のレースに出られてるっていうのを聞いたことがあったので多分そうだと思います。あのボルトとかにあのステンレスのワイヤーで落下防止してあるのはレースでサーキットを走ってる証拠かなと思いました。本当こういう車両でレースに出れるって本当に整備するこう力というかノウハウがあってからこそじゃないかなと思います。まあ、我々がレースに出たらすぐ壊してしまって、エンジン終わりってなるのがまあオチだろうなと思いますが、こういう70年以上前のオートバイをレースで走らせれるっていうのはかなりこう技術というかノウハウがあるからじゃないかなと思います。それにしてもかっこいいですね。こういった写真ってどうやって手に入れるんですかね。すごいですね。はい、62年の KR。 KR っていうとスポーツスターの前身になるのかな。この辺からこうカウルがフルカウルになってちょっと最近のレーサーっぽくなり始めたのがこの60年代の初頭だと思います。やっとその風に対するいろんなことを考える、風に対する考えを深めていって時代なのかなと思います。それぐらい、まあ、エンジンの性能が年々上がっていってるんだろうなと思います。セパレートハンドルもついてるのでかなり前傾姿勢で走るようになってると思います。いや、トーマスのお姉さんがコーヒー買ってきてあげるって言ってくれて、こんなサービスショットもいただきました。本当すごいですよね。すごい可愛いと思います。手挙げてますね。そっから普通に歩いていってる姿がシュールで一番面白かったです。本当楽しかったです。はい、それから気を取り直して63年 KRTT って書いてありますね。もうこの辺になるとちょっとマニアックすぎて私には解説ができませんが、エンジンは KR のエンジンで、やっぱりこれもレース車両でしょうね。ほんと渋いですね。はい、ということで、10月1日から11月13日日曜日まで、元町クレドのパセーラ2階で、開催されています。
ツーリングがてらに遊びに行かれてみても面白いんじゃないかなと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。またね。バイバイ。また。